ラちゃん、今日は何のお話？今夜あたりに魔女が現れそうなの。それってどっちの魔女なわけ？あなたもそのくらいの情報は持っているのね。なあ、バカにしないでよね。マミさんに教えてもらっただけだけど、私たちだけで大丈夫かな？マミさんたちは？今もう一方の魔女の結界を見張ってもらっているわ。状況を見て後で合流しましょう。今回の魔女は結界内から全く出てこないタイプと言われているわ。え？何それ、隠れてるの？それとも引きこもり？働きたくないでござるってこと？さやかちゃん、何かいろいろと事情があるんだよ。マドか、魔女に同情なんかしてんの？私たちで倒さないといけないんだよ。うわ、ひどいこと言ってたからつい。マドカはどんな相手にも優しいのね。ホムラ、魔女の話をしてんの忘れてない？とにかく魔女は逃げ回るわ。それを念頭に置いて慎重に戦いましょう。こんなところで誰かを失うわけにはいかない。ワルプルギスの夜を倒すためには全員の力が必要なのだから。どうかしたの、ホムラちゃん？なんでもないわ。注意は以上よ。お茶を入れるわね、マドカ。あ、私も手伝うよ。おーい、私もいるよ。よし、付き合ってやるよ。どうして君は攻撃を受けるんだい？
進もう。また来た。よし、やめないよ。よし、いくよ。これで終わり。嘘。いくよ。敵の増援だ。えい、絶対逃がさないよ。好きにはさせない。避けられないよ。やっはっ、避けられないよ。どんなもんよ。はい、行くよ。これで終わり。動き回って魔女ならどんと構えてろよな。えい、やめて。いくよ、お願いします。えい、避けられないよ。えい、やっはっ、えい、やっはっよ。えい、えい、えい、どうして君は攻撃を受けるんだい。行くよ、お願いします。おいおい、しっかりしてくれよ。えい、やっはっ、ありがとう。今、助けるね。行くよ、当たった。次に当たる。全力で行くぜ。これ以上はやべえ。えい、やっはっ、これで終わり。終わり。ねえ、嘘。助けるね。お願い、当たって。借りができちまった。そんなもんよ。降り注げ。行くよ、お願いします。お願い、当たって。え、もうこれ以上は。そうね、どうしてそんな。勘弁してくれよ。おい、おりゃ。分かるよね、絶対逃がさないよ。どうしてるのか。もう少しだね。攻撃。お願い。どうしてこんな。勘弁してくれよ。おい、おいおい、し、行くよ、お願いします。行くよ。逃げんじゃねえよ。へい、やっ、はい、やっ、行くよ、お願いします。へい、やっ、はい。おい、もたもたすんな。避けられないよ。やっ、
お願い、当たって！これで終わりか。行くよ！お願いします！お願い、当たって！当たって！好きにはさせない！あの魔女を倒すなんてすごいじゃないか。私もみんなに負けないようになりたい。悪くはねえけど、よくもなかったな。ナミさん、今日はありがとうございました。なに？いきなりどうしたの？おすすめの紅茶、一緒に買いに行ってもらって助かっちゃいました。紅茶に関することなら何でも聞いてちょうだい。じゃあ今度入れ方について教えてもらってもいいですか？ええ、私でよければいつでも教えてあげるわ。もちろん、明美さんもね。私はティーバッグで十分よ。ホムラちゃんも一緒に行こうよ。マドカがそこまで言うなら。明美さんは、本当にカナメさんのことが好きなのね。でも、カナメさんはどうして紅茶を？マミさんが入れてくれるお茶が、すっごく美味しくって。ね、ホムラちゃん。そうね。あなたの茶葉のろ過技術は、一般家庭のそれを大きく超えているわ。二人とも褒めすぎよ。なんだか照れくさいわ。そんなことないですよ。ナミさんが紅茶を入れる姿も、とっても素敵だと思います。もう、あんまりおだてないで、カナメさん。頑張りましょうね。私も行くわ。さあ、やっ、始めましょう。惜しかったね。
レガール。まずい、予想以上に手強いわ。もっと視野を広く持って。
大歓迎って感じかしらね。どうしたの？助けられちゃったわね。退治完了ってとこかしら。やるじゃないか。よし、これでもう安心ね。攻撃の手を休めないなんて、私には無理ね。